サンブレイクまでにやっておくといいこと。ま、サンブレイク言うて1年近くありますが、前作のアイスボーンという作品がサンブレイク同様に、有料追加パックで秋発売って言ってたんですね。で、いつ発売したか、9月だったんです。じゃあサンブレイクはいつ発売するのか、最速で6月ってことになりますね。9月が秋なんで、8月が秋ってことはないと思うんで、おそらく9月が秋なので最速で6月に発売します。そしてですね、モンスターハンターシリーズね、ここ数年というかここ何作品かはね、あの体験版がベラボーに早いんですよ。モンスターハンターライズも結局2、3ヶ月近く早く体験版を出して、そのまま本編に移行したじゃないですか。なんで本当にそのまま早い体験版を出すことになると、本当に最速だと来年の4月なんですね。まあ、わりかしあっという間でございます。今2学期が始まったばかり、3学期が終わる頃にはモンスターハンターライズサンブレイクがプレイできるかもねってことなんですね。で、まあこれからモンスターハンターライズを始める人、途中までやってる人等々に、もうそれからね、クリアしたけどこの後何やっとけばいいのっていう人のためにちょっとお話をしていこうと思います。ただアップデートが、第4弾アップデート等々はね、多分何かしらあると思うんだよね。イベントクエストとかで強い武器とか手に入るかもしれないから、まあそういった更新っていうのは随時続けていく必要があるんだけど、まあとりあえず途中になってる人に簡単に、もしくはこれから始める人にお話をしていくとですね、まずですね、モンスターハンターライズのストーリーをクリアしましょう。これ、モンスターハンターのストーリークリアしておかないと、有料拡張パックですんで、あくまでストーリーの続きです。なんで、モンスターハンターライズ自体をクリアしておかなければいけません。で、モンスターハンターライズのクリアの仕方ですけども、まずこれ、里クエストですね。この日の江さんから受ける里クエストか、もしくは、集会所。集会所のモンスターの方がソロであっても強いです。なんで、これは好みによりますけども、この怪クエスト、里クエストか集会所カウンターの怪クエスト。どちらかを進めておく必要があります。で、里クエ自体をクリアしても上位クエストにはいけないんですけども、里クエを、ある程度進めていくと、特別許可任務っていうのがもらえます。それはですね、里クエをクリアしておけば、この怪クエストをクリアしなくても、集会所の怪クエストをクリアしなくても、集会所の上位クエストを受けられるようになるっていうね。まあまあ、どちらでも、里クエをクリアしても集会所の怪クエストをクリアしても、まあ、どっちでもいいよっていう、そういうシステムがありますんで、どちらかを、クリアしましょう。もらえる素材に関しては集会所も里クエも怪は一緒です。で、里クエに関しては全て怪になってますね。で、上位クエストは全てこの集会所で受けることになります。モンスターハンターライズは一部というか何個か前の過去作と違って、ソロであってもモンスターの体力は下がりますんで、4人で戦った時とソロで戦った時ではモンスターの体力差が違いますんで、まあソロでも倒せる仕様になっています。なので、この上位クエストの、この赤い顔のついている上に書いてあるセレクトクエストってやつね、集会所のセレクトクエストでセレクト達成度数をクリアすると、特別任務がもらえますんで、それをクリアすることで上に上がっていきます。武器等々を強化しながら、まずはそれをクリアしてください。これがまず一つね。それから、サイドクエストですね。中でも先にやっておいた方がいいのが、これいろんなところに散らばってるけど、全部、里クエとかにあったかな。お団子クエストです。お団子クエストというものがあります。お団子クエストっていうのはね、よもぎちゃんが作ってくれる、まあ、食事ですね。自分のことを強化できる。クエスト前に食べることによって強化できる食事のメニューを増やしたり、その性能を上げることができるクエストっていうのがね、集会所であったりいろんなところでね、よもぎちゃんから依頼されることになりますんで、それをこなしておきましょう。サンブレイクが来たらおそらく G級相当の食事が出ることになると思います。で、食事食べないで出るとわかると思いますけども、体力めちゃくちゃ低かったり攻撃力も低かったりするんで、食事があるなしだと難易度自体が大きく変わってきますんで、この食事クエスト特に序盤に関してはそんなに難しくないので、なるべくやれる範囲でやっておきましょう。できればサンブレイクまでに終わらせておきましょう。
そしてもう一つ、装飾品の製作ですね。今作では装飾品は素材で作ることができますんで、まあ強いモンスターを戦うことになるかもしれませんけども、来たる G級っていうのはそれ以上に大変な思いをすることになると思います。なのでこの装飾品でスキルをある程度、補填しておきましょう。特にだからテクニックに自信がない人に関しては防御系ですね、攻撃系もある程度揃えておかないといけないんですけども、攻撃系は揃っている防具ってものがありますんで、そういった防具に、防御系のスキルを積むことによって G 級に入った一番最初、実はこのタイミングってのが、今までの作品で言うと一番苦戦するんですよ。なんせ上位の装備でさらに上位の上位みたいなところに挑むことになります。なる上に下位から上位よりも基本的にモンスター強くなるんです。有料コンテンツだけあって一気にそれまでの高難易度クエストとか強化個体って言われているモンスターたちもいっぱい出てきてますけども、そのレベルではないぐらい、強くなるんですね。なんでそこでもう一発目のインパクトで心が折られてしまわないように、そのためにどうするかっていうと防御系のスキルっていうものを積んでおきましょう。個人的におすすめなのは、早食い、加護、それから治癒、まあ大絶なんかも大事ですね。まあこういったやつですね。あと防御術なんかもたくさん積むことによって、今上位の最大防御力っていうものが存在しますけども、 G 級相当が解放されることによってさらに防御力の上限が上がります。で G 級の防具を作る前っていうのは上位の防具で挑むことになりますんで、この防御術なんかを積むことによって G 級相当に近い防御力で挑むことができます。なのでこの防御術なんかもねチェックしておきましょう。そしてマカツボの錬金術、これもねどれぐらいやってる人がいるか分かりません。別に紙5石って言われるようなものすごい5石はなくてもいいです。さっき言ったみたいに例えば防御2とか3がついていればその分防御力を上げやすくなるしね、対気絶のスキルがついていればそれだけで死ぬ確率が下がりますんで、そういった5石でいいので、手に入れておきましょう。まあそんなに運が悪いとなかなか出なかったりするのかな。まあちょいちょいやってれば比較的その妥協ができるようなちょっとサポートするぐらいの5石っていうのは手に入りますんで、その5石一つでG 級の難易度ってコロッと変わったりしますから、ぜひとも手に入れておきましょう。だから対属性系とかね、なかなか普段見ないかもしれないですけど、対属性系の5石とかある程度揃えておくと、その自分の使いやすい装備に合わせやすいかもしれませんね。でやり込みがそこそこの人は足りてない可能性がありますね。鎧玉による自分の使う防具の強化、さっき言った通り、攻撃力重視でとりあえずライズのストーリーがクリアできる人でもラスボスなんかに大変苦戦している人っていうのはおそらく G 級でもっと苦戦することになると思います。先ほど言った通り、防御に目をやることによって装備が変わると思います。なんで防具をね見直して、きちんと鎧玉で強化しておきましょう。そしてここからは本当クリアした人たちへのアドバイスということになりますけども、これ今まで通りの作品通りであれば防具っていうのは G 級防具はそのまま今ある上位防具はまあ使い捨てていたらなんですけども乗り換えることになります。完全に見た目と性能が違う同じ種類のモンスターでも、まあ下位の防具と上位の防具と同じ感じでいわゆる G 級防具っていうのが追加されるんで、まあ乗り換えることになります。一部ね上位防具も残したり G 級防具を当てはめたりしながら最終的には全部 G 級防具になるってことですね。なんですけども武器に関しては基本的に今作が特別でなければそのまま強化先がこっち側に出てくることになります。なので今使っている武器を強化でもいいんですけども、今ナルガ武器なんかがまあ一番最初はね強い強いっていう話になってますね。ナルガ武器とか今なんだろうね、あとはバルファルク武器とかね、この辺あと古竜系の武器なんかも強い武器たくさんありますけども、この辺の武器だけではちょっと足りなくなってくることになります。というのはまあ簡単に言うと強いモンスターは G 級の後半、ナルガクルガでも多分中盤以降になると思いますんで、序盤のモンスターと戦うためには序盤のモンスターの武器が必要なんですね。おそらくオリジナルモンスターの G 級は出てくると思います。あと鉱石派生であったりカムラ派生っていうのは早い段階で G 級の武器が手に入ると思いますんで、
そこを狙った武器製作というものをしておくことをお勧めします。特に属性が重要な武器種、弓とか双剣に限って言えば、今ね、これ、神王が双剣を雷双剣として使ってますけども、それよりも先に、まあ、最終的にどっちが強くなるかわかんないけども、だからフルフル双剣、強化がめっちゃ半端に止まっている、フルフル双剣、あとはこのギロチンもそうか、鉱石派生ですからね。このあたりが序盤で大活躍する可能性が出てきます。なんでこの辺ですね。それから、この、カサドリ、山頂、アケノシルム。ライズでも序盤で出てきたモンスターは、G 級、サンブレイクでも序盤で出てきますんで、例えば火属性であれば、この辺が、さらに G 級の初期、まあ、初期段階で作れる武器としては、出てくる可能性が大いにあります。特にボウガンとかは弾種も変わってくるんでね、ちょっとその辺をしっかり考えた上で、まあどれがね派生が出るかってわからないですよ。でも貝で、止まるだけの武器ってなかなかないと思うので、その辺を予想して、武器を作っておくことをお勧めします。そうするとね、防御力と、それ専用のすぐに強化できる武器で、まあ最悪だってさ、モンスターハンターライズは、装備をしてぶつけることで素材落としますから、で、強化素材もそんな多くないですよ。モンハンライズはね。なんで、サンブレイクも同じようであれば、もしかすると、一匹目討伐する前に、G 級のモンスターのクエストを適当に装備してぶつけることで、弱者生存戦略ならぬ、とりあえずの武器が制作できる可能性がありますからね。なんで、この辺を強化しておきましょう。もちろんね、これは絶対強くなるっていう確信がある武器だった、ある武器で、かつもバンバン進められるぞって思ってる人はね、どの武器も強化しておくと、後々の可能性っていうのがすぐにね、手に入ると思われます。で、練習するだったら、このチャレンジクエストおすすめですね。まあ、使ってる武器種、あったりなかったりしますけども、チャレンジクエスト今、最近4が来て、全部で4つあります。これやるとね、強い武器種で戦っている今の感じとはまた違う。あれこんな硬かったのみたいな感覚がありますんで、まあ G 級のね、練習になるんじゃないかなと思われますんでね。まあこの後のね、第4弾等々で、高難易度のやり込み要素とかね、前作のマムタロトとかムフェトジーバとかね、いわゆる極限神、まあ、上位では出てこないか。上位は出てこないかもしれないけども、まあ何かしら、強い武器を手に入れられるイベントが来るかもしれないけどね。なんで、その辺の情報についても、チラチラと見ておくとよろしいかなと思われます。というわけで、モンスターハンターライズ。明けのブレイク。明けのブレイクじゃねえわ。明けのブレイクギリギリだな。ちょっと明けのシルムと混ざりましたよ。明けの、なんだっけ。あれですよ。あ、もうやべ、あれ、危ない方しか出てこない。とりあえず、サンブレイク。お、サンブレイクじゃん。楽しみにしておきましょう。というわけでね、最近、モンスターハンターライズから離れていたりと、これから、始めようかなと思っている人向けのお話でございました。それでは、See you。回れ回れやれ風車、また同じ場所へ帰って、揺れて揺れて果て間な心、君は知らない。